それでは学科試験の問題の自己採点をやっていきます。学科試験はですね、50問あって65% 以上正解だったら合格なんで、33問ですかね、50問中33問合格すれば、正解すれば合格なんで、今からチェックしていきます。1番丸、1番2番間違っちゃった、これ丸、3番、3番も間違った、4番も丸、5番も丸、6番も丸、7、8、9、10が丸で、11が×で、12も×、13丸、ここまでちょっと調子悪いですね。14番丸、15番丸、16、17で、18丸、19で、20番×、21が丸で、22が×で、23も×、24が丸で、25が丸。はい、ここまでで25分の間違いが1、2、3、4、5、6、7個なんで、18、結構ヤバめです。ここから26問目から4択なんでですね、さあ行くぞ。ここから結構難しいんですよ。では続けてやっていきます。これがあ、て、い、て、う、て、あ、30もあ、31が、あ、これがうでした、32もあ、33、これい、34がい、35があ、36がお、え、山勘が当たりました、37い、38い、39あ、40う、41あ、これいで、42がうで、43がい、44あ、45い、お、これも山勘が当たりました、46う、47い、48あ、合格したっぽいですね。ここまでくれば49い、50が A ですから、間違った数が1個2、3、お、3つしか間違ってないかな、3つだから、これが25分の22で、これに25分の22足すと50分の40だから、 80% 正解してるから、やりました、学科は合格していると思います。じゃあ今度は昼から行われた実技試験の自己採点です。で、実技試験は8問出題されて、全部で100点満点で、41点以上の減点がないこと、60点以上あったらいいっていう考えなんでしょうね。なんでちょっとやっていきます。1番が、ここ間違った、 A で、あ、で、いで、え、あで、これがいい、う、う、あれら、え、い、え、で、あ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 ら、これちょっとあんまり合ってませんね。どれぐらいですかね、これ 50% ぐらいしか合ってませんね。
へ、う、 B がうで、い、いで、あ、ここ調子いいっすね。さあ、行くぞ。設問2がう、う、あ、う、あ、よかった、書いて、うあう、で、い、お、え、これがえか、で、あ、うか、あ、でもここか、あ、これ結構できましたね。これ多分 90% ぐらい取れてるんじゃないですかね。1番と2番合わせて何ぼ 70% ぐらい、ギリギリセーフ。次が問題3で、これがちょっと少ないんですけど、これがあ、う、い、ね、これはちょっと自信ありました。うまくいっちゃってました。で、設問読んで、あ、お、う、い、あ、これ A か、え、あ、これがあ、う、う、ここ苦手だったんですよね。まあでも、お、これもまあ 70% ぐらいは合ってますね。で、合計するとどれくらいですか。まあ 80% ぐらい取れてます。次が問題5。ここがちょっと私失敗したんですよね。テンパっちゃってですね。あ、い、あ、ここ山間が当たりました。い、う、あ、ここテンパった割には取れましたね。まあ何点もらえるか分かりませんけど 50%。 私ここ0点かと思ってました。問題6が、あれ、か、き、こ、い、さ、こ、あ、いや、書いてよかった。で、い、う、うん、これは 60% ぐらいですかね。これ油圧ちょっと私苦手だったんですよ。普段仕事で使わないから。まあ、ちょっとこのページでちょっと落ちたんですけど、最後の7問目、8問目で7割ぐらい取ることがですね、ここで 80%、 ここで 70% ぐらいなんで、まあ、このページはちょっと良くないんですけど、いけるんじゃないかなと思うんで、最後の問題7、問題8やっていきます。問題7は、え、あ、う、あ、来ました。で、最後の問題8が、く、あ、あ、出ましたね。これ多分ちょっと自信あるんですよ、ここ。い、く、き、これ結構暗記が結構効いたんですよ。お、い、い、これちょっと自信があったんです。か、う、う、よっしゃー、ここ 100% 取れました。やった。ちょっとここが苦手だったんですよ。失敗したんですよ。で、ここはちょっと苦手だったんで、やっぱ予想通り取れてなかったんですけど、最後で 100%。 それと、まあ、ここも、ここ簡単だったんですよ。なもんで、おそらく全体通じて41点以上の減点はないんじゃないかなと思います。ここはちょっとまだ分かりません。先生が、まあ、でもしっかり勉強の成果が出たと思うんで、3月の合格発表を待ちたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次は合格発表、あの不合格でも動画出します。また見てね。バイバーイ。